信仰の町なんですが、不穏な動きがあるようです。光と祈りの町ルクセリオ、人々に救いをもたらす教えの都、この世をかろうじて保つ秩序の拠り所ですね。ルクセリオの社会は神への信仰を中心に回っています。町を治めるのは万能の神ブーニベルゼを崇める教団救世院、神の救いを歌う救世院の教えが人々の心を照らす希望の光となっているんです。ただこの町には神の意向が届かない影があるようです。神に背く異端の者がうごめく闇が、また女だってさ。怖い。異端の奴らの仕業だろう。神の都で血の匂いとはな。単なる事故じゃありませんね。殺されて捨てられた。周辺に不審なものは？ダメです、痕跡ありません。影も形も、一体誰がいつの間に。どうやら人ごとでは済まない。コート・ルクセリオか。光の都だからこそかえって影は濃いらしい。
何者かが解放者を狙っている。遺体が見つかった場所で話を聞いてみましょう。解決を急がねばならん。神の恵み厚きはずのこの都で罪なき女性が3日続けて殺されたのだ。人々はおののき、信仰が揺らいでいる。何か情報があればぜひ私まで知らせてほしい。犠牲者には明らかな共通点があってな。3人ともバラ色の髪をしている。そう、まさにあなたのようだ。あなたも標的とされるかもしれない。くれぐれも気をつけるのだな。午後9時です。今宵も心を清め、困っている人がいたら助けてあげてください。そうすることで彼らの魂を解放できます。苦しみに囚われた人の魂を解き放つ、それが解放者です。ライトさんと心でつながることで魂は救済に導かれます。